マイペース。こういうところがきっとマイペースなんだろうな。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない。10年後の8月また出会えるの信じて、最高の思い出を。出会いはふとした瞬間、帰り道の交差点で声をかけてくれたね。一緒に帰ろう。僕は照れくさそうにカバンで顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ。
シークレットベース、君がくれたものでした。リクエストありがとう。